スポラデスは、エーゲ海北西部にある、ギリシャ領の諸島。スキロス島、スキアトス島、スコペロス島などがあり、行政上は、テスタリア地方と、中央ギリシャ地方にまたがる。また、スポラデスは、テスタリア地方に属する行政区の名でもある。北スポラデスの名でも呼ばれる。スポラデス諸島地理的なスポラデス諸島は、エーゲ海の西部に散在する77の小島群で、 総面積540平方キロメートル、人口約1万5000人。テッサリア地方のマグニシア半島の東、エビア島の北の沖合にある。主要な島としては、マグニシア半島から東に連なる、スキアトス島、スコペロス島、アロニソス島があり、それらから南東にやや離れた場所に、スキロス島がある。スポラデス諸島の大半の島々は、テッサリア地方に属するが、 スキロス島とそれに付随する。無人島は中央ギリシャ地方に属する。最大の島はスキロス島。ほとんど石灰岩の岩石で覆われ、最高標高795メートル。諸島内で最大の集落はスキアトス島のスキアトスである。1000人以上の集落には他にスコペロス島のスコペロストグロサ、アロニソス島のパティティ、リ、スキロス島のスキロズがある。 気候は温暖であるが、冬季に雨が多い。住民は牧畜をおもとし、チーズ、比較、免用を算する。穀物、オリーブ、ブドウなどを作り、漁業も行われる。行政区画としてのスポラデス県は、テッサリア地方の行政区画であり、スキロス島は含まれない。スキロス島と周辺の小さな無人島は、中央ギリシャ地方、エビア県に属する。 テッサリア側のスポラデス諸島は、かつてはマグニシア県に所属していた。2010年の地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で自治体としての県は廃止され、行政区となった。この時、マグニシア県から島所部が分離され、一つの行政区となった。行政区画としてのスポラデス県は、以下の自治体から構成される。 番号は右の地図に一致する。カリクラティス改革では多くの自治体が統廃合されたが、スポラデス諸島についてはディモスの数に変動はない。県には以下の軍があったか、2006年以降法的な位置づけは行われていない。エーゲ海の島々、スポラデスは散在するを意味する語である。古代の概念において特別な島とみなされたテロス島や、 それを取り囲むキクラデス諸島以外のエーゲ海の島々はすべてスポラデスと捉えられていた。エーゲ海全域に広がるスポラデスは後におおむね以下のように区分された。近代イギリシャの領土拡張とともにキクラデス諸島以北の島々が来たスポラデス、キクラデス諸島とアナトリア半島の間の島々が南スポラデスと捉えられるようになった。北スポラデスに トラキアスポラデスを含む考え方や、南、スポラデスに、デスボス島などが含まれるという考え方もあるものの、概ね、北スス、スポラデスが、テッサリアスポラデスを、南、スポラデスが、ドデカネス諸島を指すようになった。単に、スポラデスといった場合に、本校の島々のみを指すようになったのは、1960年、頃以降である。 スプラズ、インスイクロープディアブリタニカ、インスイクロープディアブリタニカオンライン、インスイクロープディアブリタニカ2 0 1 1ウェブ、0 2セプテンバー、2 0 1 1ありがとうございます。